山競馬の発走時刻の変更をお知らせいたします。中山競馬第12レースの発走時刻を16時30分に変更いたしますのでご了承ください。ファンの皆様、お待たせしました。見事ジャスティンブラノで皐月賞を制した戸崎圭太騎手です。この馬に関して、藤岡小田ジョッキーが、2週前、1週前と攻め馬をつけてくれまして、僕もちょうど阪神競馬場の方行ってまして、こと細かく状態の方を教えて、もらいました。この差っていうのも、小田が後押ししてくれたんじゃないかなとつくづく感じております。この一戦というのは、この新馬戦は小崎さんにとってもまた特別なもの、そういう感じなんですね。そうですね、もうレース前から小田の思いも感じて、乗せていただきましたし、もうこの勝ったことで小田も喜んでくれているんじゃないかなと思っております。それではこのレースを振り返っていただきます。まあ、まだ状態も良かったということなんですが、スタートから1コーナーぐらいまではどういったことを考えて小崎さん乗られていたんでしょうか。まあ、今日の馬場状態もある程度前の位置に、つけた方がいいんじゃないかなと、スタートだけは気をつけてき、ました。まあ、スタートもいいスタートを切ってくれましたので、ある程度ポジションは取りにいったというか、自然と馬が位置にポジションを取ることができました。道中のペースはハイラップを刻んでいたような感じにも思いましたが、乗っていてそのあたりの感触というのはどうだったでしょうか。まあ、流れているなと感じていましたが、ジャスティン・ミラノも自分のリズムで走れて、いました。さあ、そして直線です。どんな手応えでしたか。3、4コーナーで少し反応が鈍くなり、まあ、ワンターンの競馬が押していたので少し戸惑ったのかなという気持ちでしたけども、4コーナーはまたしっかり馬銜を取って、出してくれたので、差し切ることができました。戸崎さん、レコードタイムの決着1分57秒1、そして参戦者主走無敗の皐月賞馬の誕生になりましたよ。そうですね、本当に強い馬と巡り合えて、心から感謝しています。この馬のいいところ、そしてこれからもっと伸びていきそうなところはどんなところですか。今日もパワーアップをしていましたし、本当に賢い馬だなと感じています。乗りやすさもありますので、まあ、その辺もまた距離が伸びてもいいのかなと感じています。距離が伸びて次は日本ダービーかと思います。そのあたりに向けても戸崎さん、最後締めくっていただけますか。次は、日本ダービーとなりますけども、僕自身2着2回と惜しい競馬が続いています。この馬と共に日本ダービー、いい景色を見たいなと思っております。今後とも応援よろしくお願いいたします。